ジャック・コリヌーは、スイス某州出身の元オートバイレーサー。1980年代にロードレース世界選手権、中排気量クラスで活躍した。1980年から本格的にグランプリに参戦し、プライベーターながらコンスタントに入賞して 250cc と 350cc の両クラスでランキング一桁を得る。グランプリの傍ら耐久レースにも参戦し、 1982年には、川崎ワークスで、ペアライダーのジャンクロード・シュマランと共に、耐久世界チャンピオンとなった。1983年いっぱいで、川崎が耐久レースのワークス活動から撤退したのを機に、コルヌーも1984年からはグランプリに、専念する。1986年には、ホンダの市販マシン RS250 で、 プライベーター最上位のランキング7位となり、この年の走りが認められて、翌年からワークスマシン NSR250 を与えられる。ワークスマシン1年目の1987年は、第10戦スウェーデン GP でのクラッシュによる怪我で、以後のレースを欠場せざるを得なくなり、ランキング9位と振るわなかったが、翌1988年は、グランプリ初優勝を含む2勝を挙げて、 ランキング3位を獲得し、コルヌーのグランプリにおけるベストシーズンとなった。続く1989年も一勝を含む表彰台8回の活躍で2年連続ランキング3位を得た。26歳と比較的遅めのグランプリデビューだったが、1990年までの10年間に渡って 250cc のスペシャリストとして活躍した。耐久の川崎ワークス時代には、 鈴鹿8時間耐久レースにも出場している。ありがとうございます。